はいどうも、料理のおりさん、リュウジです。はぁ、ということでですね、今回はですね、これちょっとね、1年か2年前ぐらいバズったですね、TKGY っていうですね、料理ね、TKGY って何っていうふうに、思われるかもしれませんが、これはですね、TKG、卵かけご飯、焼きなんですね、はい、卵かけご飯、焼きなんです。だから、卵かけご飯を焼いた料理ですね、ただそれだけです。はい、なんですけども、ただそれだけの料理なんですけども、それをが、めちゃめちゃバズってですね、はい、まあ、別に僕が考えたわけじゃないんですけど、はい、なんですけども、これね、石川県のなんかご当地グルメなんですよね、はい、で村岡さんのためにやってて、で僕がそれをたまたま目にしたのを、ちょっとやったら、すごくツイッターでバズったっていうやつなんですけども、これですね、結構、やった後にいろんな方にやっていただいたので、なので、今回ですね、その、僕がツイッターで、投稿したまんまのですね、レシピの方を、ちょっともう一回僕がやってみたいなと思いまして、まあ、別に全然オリジナルとかじゃないんですけども、僕がツイッターで投稿して、多分20万いいねぐらいいったと思うんですけど、それぐらい、その、レシピそのままに今回一回やってみたいなっていうふうに思います。まずですね、ご飯、温かいご飯です。 180g です。ここにですね、卵1個割り入れます、はい、でここに白だしです。はい、小さじ2です。はい、でこの状態で、混ぜていきます。よーくね、卵が絡むように。ここまでは普通の TKG、 ここからが TKGY なんです。フライパンまず温めておきます。だいたいですね、強火で大丈夫です。はい、そこにですね、油です。はい、油入れます。まあ大さじ1から小さじ2ぐらいですね、多めで大丈夫です。はい、今回こんがり焼いていきます。はい、こうやってね、温めておいてください。はい、火はね、強めです。はい、でここでですね、入れていきますよ。TKG、TKGY ですからね、ここでフライパンで焼いていくんですね。はい、はい、でここで形を整えていきます。はい、皆さん、いいですか、返していきますよ。いいですか、はい、返すのはね、こうやって乗せてくださいね。こうやってですね、乗せて、はい、ちょっとね、返すの難しいです。はい、で、裏はですね、そんなに焼かなくても平気です。はい、そうしましたね、こうやってフライパンが動くぐらいになったら、ここに滑り込ませていきます。はい、はい、はい、でですね、ここに、トッピングをしていきます。まずね、海苔です。そう、おネギがあった方がね、可愛いのでね、はい、なんかあれですね、いろいろ盛り付けする理由が僕いつも可愛いですよ、これね、はいはい、あ、こんな感じです。いいですね、はい、僕はね、わさび、はいはい、お醤油ですね、はい、お醤油をはい、ちょっと散らしてあげて、はい、ちょっとしずる感が出ますね、これね、はいはい、こちらでですね、 TKGY 完成です。はい、それではですね、出来上がりましたので、一杯やっていきたいと思います。ということですね、食べていきます。あ、今日はね、すごくうまく焼けましたね。焦げ目もすごくついてて美味しそうです。で、なんかね、ふっくらしてますのでね、はい、ちょっとね、これもう味はついておりますので、食べていきたいと思います。いただきます。うまい。ですね、まあ味的にはですね、かなり素朴な感じですね。なんかね、おばあちゃんの味みたいな感じですね。これはですね、本当になんかね、本当に素朴な、まあおやつですね、どっちかというとね、ご飯というよりはね、これね、まあ、僕はプレーンでやったんですけども、プレーンではなくてですね、もっとなんかいろんな味付けもできるんです。だから中身に、例えば、ハムとか入れてもいいし、チャーシューとか、入れてもいいし、本当にね、いろいろできるのはツナも入れてもいいですね。はい、
あ、でもですね、最初に僕パリッと焼いたじゃないですか。あれがすごい効いてますね。この表面がパリッとしてるんですよね。それがね、これたまんなくなる。でもね、中はふっくらしてるんですよ。なんかほんとパリッとした食感のあるチャーハンみたいな感じですね。はい、これ非常に美味しいです。あ、いいですね、すごく。ただね、これね、多分ね、火加減によって結構味変わってくると思います。はい、今回は結構ベストなタイミングでやれたんですけども、本当にね、臆することなく油を熱した後に、この卵かけご飯をね、入れて焼いていっていただきたいなっていうふうに思いますね。うん、うん、あ、でもこれいいわ、焼き加減がいい。はい、自画自賛になりますけど、でもね、仕方ないんですよ、このチャンネル、僕しか出演者がいないので、僕が美味しいとこの料理に対して最大の称賛をしてあげるのは僕しかいないんです。だから言わせてください、最高だと。今日ね、実は3本目なんですね。はい、1本目とね、2本目ね、やってね、1本目はね、お酒飲んでなかったんですけど、2本目はね、なんとですね、ちょっとね、放送事故でね、本当はそのまま飲むはずじゃないお酒を飲んでしまったので、そこそこ酔っ払ってます。はい、しかもね、ハイボールもね、若干濃く作っちゃったので、はい、まあこれね、ちょっと感謝の気持ちもね、伝えたいんですけども、いつの間にかね、僕も、登録者数が、皆様のおかげで増えまして、はい、今ね、18万8000人ぐらい、だったと思います。はい、なんですけども、こんなにね、すいません、こんなに、まあね、ただ、独身のおっさんがね、飯を作って食べるっていう動画なんですけども、こちらをね、登録していただいて、皆さんね、あーやこや言いながらも見ていただいてありがとうございます、本当に。はい、いろいろね、お叱りを受けることもあるんですよね。真摯に受け止めることもあれば、うるせえっていう時もあるんですけども、はい、こちらですね、皆様の意見、非常にありがたく受けております。これからもですね、ぜひともこの、ファーズレシピチャンネルっていうね、どうしようもないどうしようもないチャンネルなんですけども、まあ、これからもね、どんどん皆様の役に立つような、ね、どちらかというと僕の料理ってなんかすげえ美味しそうというよりはライフハックみたいなね、生活の知恵みたいなところがありますので、そういうチャンネルね、あんまりないかなっていうふうに思ってるので、このチャンネルはですね、ぜひぜひもうこれからも、ね、潰さないように、ね、頑張って、やっていきたいと思いますので、皆さんもですね、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ちょっと真面目になっちゃいましたね。僕はもうこれからね、飲んでお酒飲んで、気持ちよくなろうと思いますので、はい、今日のお仕事はこれで終わりです。では皆様、良い一日を。はい、それではですね、今日の料理、美味しそうだなとかですね、作ってみたいなとかですね、一緒に僕と飲んでみたいな、少しでも思っていただいた方はぜひですね、チャンネル登録および高評価よろしくお願いします。